はい、皆さんこんばんは、宮内幸です。それでは、まあ資源人もね捕まえたんで、またというか先にね、ちょっとあの四天王をもう一回挑戦してみようかなと思いまして、はい、どれぐらい強くなってるのか全くわかんないんですけど、そうですね、ちょっと一般のねトレーナーが60以上なんで、今まで出会ってきた人たちがね、なんで四天王は本当に強いと思います。もっと70以上はあるかなと思っております。とりあえず回復のあれを買っとこう。よし、元気のかけらもいっぱい買ってきます。あともう何でも直すですね。よし、じゃあちょっとくらい行ってみます。でこちらのメンバー、はい、よし、うん、よし。で、一応こちらのパーティーですね。まず焼き豚レベル72、演武王です。パトカーはこちら、ケンホローレベル54。うまい、これはゼブライカレベル52。続きまして、ワルニャンレベル43。こちらはレパルダスですね。学習装置。一番レベル低いの持たせてます。そしてあとは、ヒアロン。こちらはヒアップ。レベルが46。で、次。ヤナップ。草タイプですね。こちらもレベル46となっております。さあ、これでは、これじゃない。それでは、このメンバーで、とりあえず、レッシーはね、入れないでいきたいと思います。よろしくお願いします。ああ、閉められちゃいましたね。この北西の悪タイプから焼き豚が得意なんで、うん、ちょっと生活の意味を込めて、前は左下のゴーストから行ったんですけどね、1回目はね。わあ、来たね。頑張りましょう。このね、四天王の音楽は実はすごい好きなんですよ。人生は与えられたカードでの真剣勝負。配られたカードに文句を言うよりも、どう使いこなすかが大事なのさ。
さあ、始めよう。言葉が少ない。これ前回も、確かそんな感じだったですね、この人ね。勝った者が全てを手に入れ、負けた者には何も残らない。そんな勝負こそが生きている証。さあ、来ました。ギーマさんですね。行ってみましょう。うわ、いきなりかよ。こっちは、サメ肌とかもあるんだろうな。だけど、もう苦手なんで、水タイプがね、瓦割りで攻めるしかないです。いきます。うわー、物理攻撃きた。おい、いきなり大ピンチです。ケイ。お、おお、素晴らしい。おう。1688。よし、割にはレベル上がれよ、どんどん。お前が頑張んないとこの後大変なんだ。ワルビアル。さあ、行くか。さあ、でもこいつ地面だから、他のやつに変えよう、他のやつに変えて、とりあえずですね、これ、道具を使います。すごい傷薬を焼き豚に。ああ、強い強い。オッケーオッケー。おお、すごい、こんな技あるんだ。しょうがないな。パトカーごめんね、ありがとう。やばいな、一人目からこんな大苦戦してる。よし、行きます。瓦割り、向こうの方が早いんだ。やばいやばい、地震だ。やばい、1戦目ですでにやばいぞ。とりあえずヤナロン、これだな。オッケー。まあ宿り木植えたのはいいんだけど、やどり植えるのはいいんですけど、え、そう？お、絶対嘘やろ。状態回復、元気のかけら、焼き豚回復します。やばい、2匹、1匹しか倒せないし。白タイプでも倒せねえじゃん。他のタイプ絶対無理やろ。エスパーとか。うわぁ、耐えられるのがないんだよな。自信がないから終わりやんけ。とりあえず、攻撃しないで一回回復。前回でちょっと自信耐えられるかどうか、まず試してみましょう。耐えろ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 、1でもいいから残って。お、残った残った。あ、ということは、あ、オッケーオッケーオッケー。ということはよ、
あ、じゃあやっぱもう一回犠牲にしなきゃいけないのか。満タンの薬やって回復させても一応あれなんだよな。一撃一回攻撃いけば満タンの状態で焼き豚を出さなきゃなんないから、あと一歩ポケモン変えられねえしな。いや、8しか残んないんだろ、これで。向こうのね、攻撃力を、下げられればいいんですけどね。ちょっと今の状態だと、絶対無理なんで、一回犠牲にするしかないかも、しょうがないな。キリンだと耐えられたな、回復してればしょうがないな。あ、やばい、間違えた、ワルニアン出しちゃった。こいつは育ってるのに、まあ、しょうがないな。とりあえず焼き豚回復します。で、うまい出します。飛んで、みんなを犠牲にしつつ、まず回復させて、向こうこう混乱しますよね。よし、現在こちらもう残り2匹です。すでに1匹しか倒してないのに。で、自分攻撃しろよ、自分攻撃しろよ、残れ残れ、さっき8残ったから。ダメですね、もうちょっと、本当は諦めたくないんですけど。ダメだこれは。これはちょっともう、動画のもう時間も2分しかねえしな。1戦目からもうダメだ。あー、もうしょうがないな。うわー、すいません、ちょっと絶句しちゃいましたね、あまりの自分の悲劇さに。焼き舞台だけだとな、でもできればこのメンバーで頑張りたいんだよな。ちょっとね、ちょっとですね、この後というか、ちょっとなんかいいね、レベル上げができそうなポイントがないかちょっと探してみたいと思います。まあほら、チャンピオンしかね入れないってとこありましたね、あそこ行けるかな今。そこもちょっと行ってみたいと思いますので、皆さん次回の動画どうぞまたお楽しみに。それではお疲れ様でした、ありがとうございました。また次回